はい、クンゴボンゴ2時間特別番組、情報、音楽情報バラエティクンゴボンゴ2時間スペシャル、秋の夜長はマリコとガッツとクンゴでどうだー、どうだった、これ楽しかったでしょ。彼らは嵐のように帰っていきました。この2日間僕も喋りっぱなしで寒いね。あの奴らがいなくなったらスタジオが急に寒くなりましてですね、なんか寂しいね、祭りの後だっていう。本日、ゲストの井出真理子さん、そして中澤信義さんね、が飲んでいたお酒は柑竹大吟醸 FM 桜平 D さんからの差し入れ D さんってのはあれよ、あのディレクターさんからよ。いいな、俺も飲みたかったな。そして、これはちょっと飲んで、くんごくんさ家帰って飲みゃいいじゃんバイガッツっていうことでいただきました。ちくま錦式、東村の濁り酒。これも寂しいな。楽しかった時間を思い起こしながらですね、ゆっくり一人で部屋を暗くして、でそして、時間枠をいただいてしまったザ・ナイトを聞きながら飲もうかなと思う次第でございます。ちくま錦式。そして皆様からメールたくさんありがとうございました。あの結局さ、その3人でワーワーやってしまうとずっと喋ってるから時間の感覚がないのでついつい押しちゃうんだよね。読めませんでした、ごめんなさいね。まあそういうことのために、時のために、番組終了後動画がございますので、先週はここでマンボウ君もいて、ずっとベースを弾いてくれていたんですけれども、どうやらお疲れのようで、今回は軽井沢まで来なかった。あの先週軽井沢で、あの番組でも言いましたけれども、先週はその軽井沢の小学校で、講演会をやりまして、それで、渡辺ブブ学ぶ青木由紀、あったなのマンボウしげると、呼んでやったんですけれども、それでマンボウだけ酒乗りしてくれたので、ここで一緒にやったわけですが、本当に久しぶりに、なんか3週間ぶりだよね。ドーンと一人で静かで本当寂しいよ。またゲストね、こう私我こそはという私のお友達、お友達の音は音楽の音ね、お友達いましたら僕を慰めに来てください。さあメールいっぱい来ました、ありがとうございます。ラジオネーム直吉、直吉くんありがとうね。メッセージ、お三方こんばんは、スペシャルいいね、お家でゆっくり聞かせてもらってます。さてさて、お酒といえばくんごちゃん、あなたには毎年毎年毎回毎回ご迷惑をおかけしております。あ、よかった、ほんとすまねっす。キャンプ場で飲むと気持ちいいんだよねと、酔っ払ったらその場で寝れるしねとは言うものの、以後気をつけつつ変わらず酔っ払い続けることをここに誓います。ではでは長丁場頑張ってね。というわけで直吉くんありがとう。ラジオネーム青空大好き、ふりがな藤原茂る。来た、大好き、このラジオネーム無効化計画、俺大好きよ。メッセージ、祝くんごぼんご2時間スペシャル、軽井沢の藤原です。ごめんなさい、9時から聞き始めました。ラジオ入れたらかっけえし、陽気なセプテンバー、井出真理子さんと中澤信義さんとくんごさん、皆さん素敵というわけでね、青空大好きさんありがとうございますね、藤原さん。あ、でこれさ、これちょっと待って、これはあったパーカッショニストくんごさん、ボーカリスト井出真理子さん、シンガーソングライター中澤信義さん、こんばんはでごいす。はじめまして、黒木名社と申します。今夜は山形市で聞いています。先ほど大吟醸くんごさんからプレゼントされたみたいですが、飲みながらやってくださいませ。ではこれは中村さんからのプレゼントでございます、っていうか局からのプレゼントでございます。くんごさん、今日は二日酔いはではないですよね。二日酔いでしたよ、何か。
ところで井出真理子さんは聞いたことないんですが、 YouTube 検索する場合、どれを検索すればいいですか。井出真理子さんは井出真理子で検索すれば山ほど出てくるよ。なので、井出真理子で検索してください。あ、そうかそうかそうか、多いからどれを検索すればいいですかか。まあ、片っ端から見てくださいね。中澤信義さんはどんな歌を歌ってるのですか、聞かせてくださいませ。中澤信義で検索か、ガッツ、で検索、ガッツ TKB ショーで検索してみてください。そこら辺はあのなんだ FM 尺ならのホームページにプロフィール載ってるので、ワードをこうピックアップして検索かけてみてください。よろしくお願いいたします。黒木名車さん、ありがとうございます。ラジオネームキンキキッズ大好き、ありがとうございます。くんごさん、再びこんばんは。めちゃくちゃ楽しそうですね。もう仲間だから昔からのな、楽しいよそりゃ。マリコさんにぜひお伝えしたいことがありまして、再びメッセージを送らせていただきました。おお、じゃこれマリコちゃんに後動画を見るように伝えておきますね。私井出真理子さんのアルバムを Amazon で2枚昨日買っちゃいました。明後日届きます。ちなみに最新のベストアルバムとエリチエミさんのカバーアルバムですとね。以前電話出演された際にこの番組でね、電話でゲストをお願いしたので2回ほどお願いしてますが、エリチエミさんのカバー曲が流れたのを惚れ惚れ聞き入ってしまい、それからずっと YouTube で聞いていました。エリチエミさん懐かしいです。母の影響でさまざまなジャンルの音楽を聴いています。ちなみにピッコロはまだまだですがフルートが吹けます。いいね。さっき旦那さんが信義さんにメッセージ送りたいと言って、ラジオネームを決めてメールしていました。ではまた。俺読んだかな？どうかな？読めてないかな？ありがとうございます。ラジオネーム、ケアンズレンズ。ああ、久しぶり。ありがとうございます。くんごさん、お晩です。久々に桜平にチューンしたら2時間番組にアップグレードした、くんごぼんごにびっくりしていました。そしたら今日だけだったのですね。そうなんだよ。お疲れ様です。久々にゆっくり楽しく配置をしますと。そうだよ。ケアンズレンズさんは、オーストラリアはケアンズにお住まいなんだよね。なんで、いや、こちらはすっかり暑くなりまして、毎日32度前後です。いいね。天井ではファンファンさんがブンブン回っています。うちもファンファンさんブンブン回ってるよ。でもそれはね、冷気とあのストーブのこう暖気を混ぜるためにね。そうか、いいな、32度か。でも暑いな。あれから引っ越しやら新規の仕事やら家族の面倒等々に多忙な毎日を過ごしています。まだまだ旅行情報誌やらウェディングカップルの前撮りなど写真ね、続いてますダニオ。久々に投稿したのでお邪魔しましたと、久々に投稿したくなったのでお邪魔しました。最後まで酔いつぶれずに頑張ってください。See ya! いいね、See ya! もう現地っぽいね。いいね、ありがとう、ありがとう。キャンズレンズさん、また聞いてくださいね、番組ね。ラジオネーム、竹パパ。ああ、ありがとう。くんごさん、こんばんは。お酒といえば松の井。へへへ、松の井はね、新潟のお酒、あの、酒蔵なんです。これ美味しいっすよ。僕大好きです。あ、宣伝になってしまった。今日はすごい楽しそう。宴会に混ざりたいわ。宴会じゃないです。ラジオ番組です。僕は飲んでません。ありがとう。ラジオネーム、あ、レモンイレブン木村さん、ありがとうございます。あ、これすごいな。メッセージ、お酒にまつわるペケペケペケ。レモンイレブン木村です。いい年してお恥ずかしいお話ですが、今年7月、レブンの神輿祭り支援に参加した際、祭りが始まって1時間30分で、急性アルコール中毒で病院に緊急入院しました。おめでとう、拍手。パチ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 。ああ、祭り参加者の最短時間での入院記録を更新しました。おめでとうございます。バチ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 。目が覚めたのは夜の9時でした。K
気がつくと尿道カテーテルが挿入されてました。泣く。病院の先生、看護師さん、そして職場の皆さん、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。家族にも連絡が入ったようで、小学2年生の娘が電話で大丈夫と心配していました。翌日には回復し退院しましたが、今は規則正しい生活を送りたいと思います。本当に命があってよかったと思います。では、スタッフ一同、皆様にご迷惑おかけいたしましたと、ね、皆様にご迷惑おかけしましたと、よろしいですか。ではご唱和ください。せーの、皆様にご迷惑をおかけいたしました。酒は飲んでも飲まれるな。そんなこと分かってんだけど飲まれちゃうんだよね。そんなわけでレブンイレブン木村さん、ありがとうございます。奄美の黒うさぎさん、あ、サイマル途切れ途切れなの、辛いわ。お酒の限界知らない人いたのね。今日そんな話をしておりました。そういうリスナーさんがいるんだよ。びっくりだね。実は私も限界を知らない。きたね。だから先週の飲む資格なしが飛び出すわけで、と。そうだね。二日酔い対処法、水分をしっかりとって汗を出せとは言うよね、と。二日酔いもそうだけど、船酔いにも効くらしいのが、唐辛子、鷹の爪をかじる。知ってた？知ってた？知らないよね。ああそう、かなり汗が出るらしいですよって。二日酔いしたことないので効果のほどは知りません。いいなあ。くんごさん、鼻声徐々に辛そうになっているけど大丈夫？お大事に。鼻声かな、もうあれじゃないの、あの二日酔いが抜けて辛くなってきたのかもしれないよ。もう帰って今日はゆっくり飲みます。昨日いただいたお酒もあるのでね。福島 FM リスナー82カローラさん、今日そうだな、今日さ、ごめん、あのリクエストに答えてもらったりしたじゃん。クロール、あのマリコちゃんに鼻歌で歌ってもらったりしたじゃない。なんでごめん、今日考えてもらったと思うんだけど、今日は、申し訳ない、マグロ対決はもう効果音もないので今日はお休みさせてください。ごめんね。また来週、あのあれだったら同じやつ送ってきてくれてもいいけど、また来週勝負できたらな。ごめんね、カローラさん、初にカローラさん、また来週よろしくお願いします。あとは、あ、ダークネス勇気はこれ、これ絶対最後、これは最後、これは違う、これで最後かな。ラジオネーム、これはいい、ラジオネーム、那須単身さん、ありがとうございます。改めまして皆さんこんばんは。作画世界に誇る最高品質のものがあるんだよね。と、一つはゴロベー米。これゴロベー米なの、ゴロヘー米なの、どっち？ゴロベー米、ゴロベー米だよーんと。美味しいよね。俺も食べたけど、今年の新米を食べちゃったんだよね。あ、いいね。本当に美味しかったわ。それもなんと、これいいの？読んでいいか。大前健一さんから娘がいただいたものだから、ありがたい、ありがたいですわ。へえ、面白いね。で、いろんな人がいろんなつながりがあるんだね。もう一つはサクサーティーン。サクサーティーン、要はサク十三蔵ってことだよね、これね。十三蔵でお酒作ってるんです。え、そうなの？サクサーティーンっていうのがあって。サクサーティーンっていうお酒があるんだね。なるほどね。うますぎてついつい飲みすぎちゃったり、でも悪酔いしないからまか不思議。マリコさん、ガッツさん、飲んだことありますか？ないので。ないので、ないので、ねえ、ないですよ。僕もないですよ。サクサーティーン飲んだことありません。来年の田町音楽祭はこのお酒を差し入れしますので、来たー。打ち上げで飲んでね。あ、嬉しいね。その前にライブ頑張ってくださいませ。ほじゃほじゃあばね。ナスタンシーさん、ありがとうございます。実はね、田町音楽祭は、俺車なんだよ必ず。なぜならば楽器があるからなんだよね。打ち上げは何かの方法考えます。差し入れぜひよろしくお願いします。それまで僕はサクサーティー飲みません。はい、というわけでありがとうございました。では最後に
闇落ちメールを紹介してこの動画の締めとしたいと思います。バカだなお前本当に。ラジオネームダークネスユウキ、メッセージ。師匠こんばんは。こんばんは。ドローンいねえんだけどな、残念だな。あの先週の動画見てね、師匠こんばんは。昨日の振り替え休日でエネルギーを取り戻したものの、いまだ艶消しブラックハートな弟子でございます。今日は特番ということで時間はいっぱいあるのでしょうが、それでもやっぱり後動画でお読みください。ドローン。ゲストのお二方こんばんは。はじめましてではありません。一応お二人とも現実世界で一度お会いしております。多分何を言っているんだこいつはとお思いになるでしょうが、こういうキャラで通してますので、しばし指定の茶番劇にお付き合いください。ドローン。先週末のレッスンと昨日の演奏お疲れ様でした。というかレッスン休んでしまってすいません。多分次回は大丈夫だと思われます。パチパチパンツの新バージョン良いですね。全体的に音が優しくなった感じがします。パーカッションのイントロもついてなんだか馴染みやすくなりました。あ、これでもこの前ね放送でかけました。パチパチパンツパチパチスパッツ部分後の、曲なんですけれども、もはや新曲じゃないんだよ。でもまだあの何、リリースしてないという意味では新曲なので、これまあ年明けかな、やろうと思います。パーカッションのイントロあったんですけど、あれは最終的には切っちゃうと思います。まあそんなのはいいかな。パーカッションのイントロについて何だか馴染みやすくなりました。プリプロバージョンの方も勢いがあって好きなんですけどねと、次のアルバム私のやつだけプリプロバージョン入りにしてくれませんか。ちゃんと割増料金払いますんで。割増料金それ1枚だけ作るんでも1000枚作るんでも500枚作るんでも値段変わんないからね。それ言ったからってなると10万単位のお金ですよ。よろしくお願いしますね。エイジルの8インチプラスより安ければ喜んで、だからないって10万単位だって。さて、今週のサブテーマお酒にまつわるペケペケペケでは、お酒にまつわる失敗談です。結構あります。一番ひどいのは一番ひどいのはオレオの唐揚げ。知ってる？オレオのあのビスケットあんじゃん。あのオレオのビスケット中にクリームが入ってるのを、唐揚げに、串カツ屋さんで串カツ田中ってお店があるんだけど、そこのねメニュー、デザートメニューのやつなんですけれども、あれは悪夢でした。今でも串揚げ屋に入りません。闇落ち。あの時師匠とブブさんは横でパツパツパンツとか言いながらゲラゲラ笑っておりましたが、あとは電車で寝過ごしたとか記憶がぶっ飛んでるとか、飲んだ後にボウリングとカラオケやって声が枯れたとか、可愛いもんです。だってちなみに日曜日はちゃんと帰り着いて次の日仕事に行きました。日曜日ね、ブブさんがあの限定でお店出したのね、一緒に遊びに行ったんだけど。さて、少し期間が空きましたが、あ、来た、久しぶりの業界用語です。今日は音割れ。オーディオ関係だとスピーカーとかヘッドホンの容量限界を超えて音がバリバリいっちゃうことを言いますね。あとは管楽器だとわざと音色をバリバリと言わせることですね。こっちは意図的にやる場合もあるので、音を割るっていう言い方の方が多いですけどね。とディストーションとかね、ギターのガッガッガッとかね、そういうのもそうだね。クラシックだとほぼ使えませんが、ジャズなんかではよく使いますと。音を割る。今日はこの辺で。それではまた来週。それでは担当の戸田さん、いつものごとく動画の編集よろしくお願いします。お願いします。ドローン。くれぐれも私のようにダークサイドに落ちませんよ。しかし私は闇に落ちるのだ。ドローン。詳しくは先週の放送終了後動画で。というわけで、ありがとうございました。今日はね、読み切れなかったメールが多かったのでちょっと長い動画になりましたけれども、動画あってよかった。編集あの放送終了後動画ね、この調子で、ラジオ本編、終了後動画セッション動画合わせて、お楽しみくださいませね。そうするとほら1週間あっという間に来るでしょ。
放送終了後動画、戸田くんよろしくね。すっかりすっかり冷えてしまいました、檻の中の男子校スタジオくんごぼんごね、楽しい2日間でした、皆様にこの楽しさが今日の放送で、届いたと思います。またこういう企画をやっていけたらなと思いますので、くんごぼんご今日で81回目、81回目ね、1000回2000回目指して楽しんでまいりたいと思います。来週も来週木曜20時生放送、ぜひくんごぼんごを聞いてくださいね。今週もありがとう、また来週。